TS-185 のヘッドライトがちょっと暗いんじゃないかなと思っている皆様、いらっしゃいますか。これ TS-185 のヘッドライト、どうしてそんなのあるんだって。これはですね、カスタムしたやつありますよね。でその方がこれ外したんで、お預かりしてるんですよ。まあいらないからって言われてるんで、まああのあれなんですけど、でもね、何が起きるかわからないっていうのが今の世の中でございます。はい、やっぱりっていうとあれなんで置いてあるんですけど、はい、でちょっとですね、このヘッドライトはあの特殊というか、最近のね、ヨーロあのアプリリアとかにも使ってますよね。アプリリアとかにもこのバルブ、ヘッドライトバルブ使ってるんですけど、でまあこれ外れますよね。でまあこういう感じね。でわかりますこれ。ただの丸い穴なんですよ。なんだこれって思いますよね。バルブどうやってつけるのってね。でソケットはこれで、いやこっち側にこうセットして、でこれをですね、これねやりづらいんですよ。ここにまずこう入れ、たぶん確かこうやって入れるのね。でこうやって入れて、これスプリング、ここにスプリングがあって、スプリングをここに引っ掛けるんですよ。変でしょ。すごくねやりづらい。これでこうカバーして、でスプリングがこうできるんで、このスプリングをこっち側に引っ掛けるんですよ。そういうタイプなんですよ。だから、まあ、スプリング引っ張ってこうやって抜くんでしょうね、本来はね。スプリング、まあ、かけとけばいいのか、ここに、ね。スプリングをかけて。で、こっちにこう引っ掛けて、パチッとこうはめるパターンですね。で、カバーする。ね、まあ、こういうタイプです、はい。で、レンズカットは普通の縦溝の、縦と、まあ、横が少し入ってますか、まあ、そういうタイプです。はい。で、まあ、お世辞にも明るいとは言えないですね。まあ、電球自体がハロゲンとかじゃないですしね。普通の白熱球タイプっていうんですかね。で、12V の35W という感じでございます。っていうか、そうなんですね。はい。で、これは、が標準。今売っているね。TS-185ER の標準でございます。はい。そして、要はこれにね、これを変えたい。変えたい。で、本当はここが、HS-1 とかのコネクタだといいですよね。あ、ソケットだとね。で、HS-1 のソケットだといいんですけど、ちょっと HS-1 は見つからなかったんで、っていうか、まあ、いろいろ探していけばあるのかもしれない。ただ、このリムがこれでしょ？で、リムに両脇で止めるんです。ね、リムに両脇で止めて、そして、前後左右。まあ、これで、少しずつこう、斜めにこう動きますかね、ここをね。これやるとね。ちょっとね、こういう感じでね。これ締めると、こういう感じに動きますか。ね。調整のやつがついてないとまずいじゃないですか、基本的にね。そうするとなかなか探すのは難しいね、探すのは難しいんで、うち私がちょっとね購入してみたのはこちらでございます。はい、こういう感じでね。何が違うのかっていうと、ここの外側は一緒なんじゃないですか。要はここの中のレンズが違う、リフレクターとあと外側のレンズ、これが違います。でこれ一式で買いました。もうまとめてね、一式これ全部、中のここだけとか言うんじゃなくて、ただね、これ比較すると一緒っぽいですね、ほら。取り付けとかわかります？両脇でまず止めて、調整のネジが、ついてるね。同じ位置じゃないですかね。はい。で、これはですね、古いやつなんですよ、古いやつ。TS-185 でも古いタイプのものでございます。はい。で、こちらはソケットが、いわゆるこのタイプじゃないんですよ。これだけだと分かんないですけどね、カバーかぶっちゃってるんで、これカバー外していただくとおなじみのものが出てくるわけです。こういうね、PH8 っていう、 PH8 っていうタイプですね。ほら、まあどっちにしてもこっち側にソケ、あのバルブをセットして入れて止めるっていうタイプですけど、いわゆる PH8 で、これ今ハロゲンが入ってます。でノーマルはですね、これ 6V なんで、いや古いタイプのね、オートバイ用で、ハスラー用ですから、6V の25の25、3W っていうタイプ。で、これがね、はい。6V。ね。ハグレス。これは暗いですよ。で、これ 6V なんで、そのままつけたら飛びますからね、すぐね。当たり前ですけどね。はい、で、このソケット。いわゆるここだけ、ハロゲンに変えたんですよ。12V の35、36.5 っていうね。ハロゲン。そして、もちろんここの、まあ、使わなければ別に変えなくてもいいんですけど、この、これ変えてないのかな？あ、なかなか抜けない。硬いですね、これね。あ、抜けないよ、これ。よっ。なんでこんな硬いんだろう。これね。はい。ポジション。ポジションついちゃうんで、ポジション変えた、あ、ポジション変えてない。接続しない、単に接続しなかっただけです。はい。
これも抜いといた方がいいです。危ないですからね。繋いだら飛んじゃいますから。うん、で、これでちょっと試しにね、うん、やってみたら、こっちやっぱり明るいですね。明るい。うん。で、あとレンズカットがちょっと違うんですよ。こう丸が真ん中にあって、こう斜めにピッピッと入っててね。あと上、上あるんですけど、これCD90 とかね、CD50 とか、あのタイプもこういうのついてますね。で、CT100 等もこういう縦、標準はこういうね、縦のあれなんですけど、それを私の CT100 等はレンズだけこれに変えたりしますけど、ちょっと明るいみたいな、こっちの方がね。うん、なので、あとこう少し膨らんでますかね。これよりわかります？ほら。こう見るとね。うん、膨らんでるんで、多少ほら長い、これ長いんですよ、これ。これ、ほら。長いんですよ。それが入る。ね。そういう感じです。はい。ですので、まあ、カスタムの一つ。わからないですけど。何にも、なんかノーマルと何も変わらないっていう感じですけど、これによって多少明るくなります。はい。多少明るくなります。うん、つけてみたら、うん、多少ですけどね。はい。ちなみに、品番はこちらですね、こちらの品番がそれに対応するようでございます。はい。保証はできません。逃げとかないとね。そうなります。頼んだのに違うじゃねえかと言われたらまずいですからね。自己防衛で6000なんぼしたか気がしますね、うん、これはね、はい、でこれはこのまましまっておくと。あ、取り付けしないですね。ここに一応これがほら純正のあれでしょ。当たり前ですけどね。で、こうやってするんですよ。こう引っ掛けて。ちょっと待ってくださいよ。見えない。あれ？あれ？こうか。こうか。ね。こういう感じ。同じですか。リム一緒なんじゃないですかね。ね。後ろの要はリフレクターとレンズとリフレクターがっていうことなんでね。はい。取り付けがクリップじゃないんですよね。これね。TS がね。通常ここにこうなんかクリップが止まって固定するタイプが多いと思うんですけど、通常っていうと変ですよね。そういうのが多いと思うんですが、こちらに関しては両脇で止めるっていうね。で、調整がついてる。親切ですよね。レンズのこう調整ついてるんですからね。まあそんなところで、ちょいカスタム。ヘッドライトを少し明るくしたい。ね、そういう、皆様。参考になれば幸いでございます。ご視聴ありがとうございました。